ハルーアの教えてアルラス講座。この動画は私ハルーアがアルカラストについて運営さんと一緒に勉強しレベルアップしていく動画です。今回は灼熱の多いをご紹介します。皆さんこんにちは、ハルーアです。どうも、運営の山本です。はい、今回はですね、灼熱の多いをご紹介いただきたいと思います。はい、はい、それでは多いは一言で言うと、はい、多いはですね、急所必殺、賢者の一撃と僕は呼んでいます。おー、賢者。賢者です。うん、多いは賢者なの。そうですね、灼熱編のメインストーリーとかをちょっとやってもらうと分かるんですけれども、はい、まあ、灼熱編のアレクサンドラであるとかジネットとかを従えて旅をしている賢者になります。おー、じゃあちょっとね、そこら辺のストーリーもすごい気になるところですが、急所必殺という言葉もなかなか気になるワードですね。はい、うん、ではそちらの方を見ていきたいと思います。はい、お願いします。こちらアクションスキルの方がですね、イデアストロークというものになりまして、お、敵一体に物理ダメージを与える、必ずクリティカルするとなっております。おお、クリティカルは嬉しい。はい、相手にダメージを与えるときにクリティカルが必ず出てくるっていうものになりまして、うん、他に持っている仲間であるとコルネイユとか。あ、頼りになる。あ、コルネイユさんも好きですか。コルネイユめちゃめちゃ使ってます。オーイーもそんな感じで使っていただける仲間になると思います。なるほど。え、ちなみにこれは、はい、このさ、ここに数字があるじゃない、物理ダメージの、はい、この数字にクリティカルがプラスされるっていう感じ。はい、プラスされます。あ、なるほどなるほど。じゃあもっと強くなるんだね。そうですね、数字以上のダメージは出るかなと思います。あ、了解です。オートスキル1の方はですね、悟りの一戦となってまして、はい、敵一体に物理ダメージを与える、自分の列の味方の行動速度を上げるとなっております。おー、行動速度を上げる。はい、オーイの灼熱が3列目。そうですね、3列目なので、うん、他の3列目のアタッカーであるとかサポーターであるとかを行動速度を上げることでアクションの間隔を短くしてくれるという形ですね。嬉しい。3列目は嬉しいですね。そうですね、アタッカー多めなので、うん、ここの行動速度で結構変わってくるのかなと思います。はい、オートスキル2の方がですね、惑いの一戦となっておりまして、敵一体に物理ダメージを与える、自分のクリティカル値を下げるとなっております。お？お？ちょっとなんか気になるワード出てきましたけど。お？クリティカル値を下げるだと？そうですね。待って待って、こんな仲間見たことないよ。なかなかいないかなとは思うんですけれども、うん、ちょっとここはクリティカルを下げるとなってしまってます。これはなんか簡単に見るとマイナスな感じがしますが。そうですね、うん、ただですね、オービーはアクションスキルの方を見ていただきますと、攻撃が必ずクリティカルになるアクションスキルなので、そこまで気にならない。そっかそっか。じゃあここで自身の物理クリティカルを下げたとしても、アクションスキルは強制だから必ずクリティカルが入るんだ。はい、なるほど。なのであまりここら辺とか気にしないで使っていただけるかなと思います。なるほど。ちょっとバランスがね、じゃあいい感じなんですかね。そうですね、うん、それでは絆スキルの方を見ていきたいと思います。はい、こちらがですね、最地と昇魂の縁となっておりまして、はい、仲間はですね、大井灼熱とリズ灼熱になります。リズ。はい、なるほど。でこれが中がですね、敵一体に物理ダメージを与える、うん、敵一体に魔法ダメージを与えるとなっております。あ、そっか、リズは魔法攻撃系だから、はい、そうですね。なるほど、じゃあ魔法と物理なんですね。そうですね、どちらの属性も持っている絆スキルなので、うんうんうん、相手が物理攻撃に強いであるとか魔法攻撃に強いとか、どっちを持っていても対処できるスキルですね。あ、そっかそっか。はい、オーイーもともとですね、その異形討伐戦とかそちら向けの仲間になりますので、さらにここで敵一体に対しての効果力な絆スキルっていうところで使い勝手がいいかなと思います。はい、オーイー灼熱はですね、強制クリティカル持ちの異形討伐戦向けの仲間となります。おお、異形討伐戦。はい、うん、というのもですね、こちらがですね、オーイーのステータスを見ていただくと分かるんですけれども、はい、じゃあ SP 消費軽減が高い代わりに SP 上昇結構低い仲間になっています。 SP 上昇なんかすごいことになってるけど、ここの画面では。はい、
だいぶ低いです。他の仲間とかと見ていただくと、ね、この SP 上昇がどれだけ低いかっていうのが分かると思うんですけども、うん、もうだいぶ低いっていうかもう低いよね。そうですね、うん、まあ、ここがですねちょっとその代わりに SP 消費軽減が高いのでここがちょっと肝になってまして、うん、一度アクションスキルを打ってしまえばその打った後に残る SP の量が多いのでそこからの頻度が高くなる、アクションスキルを打つ頻度が高くなるとなってます。あ、そういうことなんだ、はい、1回目は結構時間がかかっちゃうけどそうですっていう、はい、なるほど。で、異形討伐戦は最初から SP がマックスなのでそうだ、そこをこの SP 上昇が低いっていう面をカバーしてくれるんですね。そういうことなんですね、はい、なるほど、納得。なので、組み合わせる仲間としても、うん、ちょっと SP に関する仲間の方が良くてですね、3列目のアタッカーということもありまして、楽地東方とかと組み合わせていただけると、うんうんうん、かなり多いは強力になるんじゃないかなと思います。はい。ということで、今回は灼熱の多いをご紹介いただきました。山本、今回もありがとうございました。ありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。よろしくお願いします。